おはようございます。デュエルプロスタッフの笛木のりおです。今回から、私が担当させていただいているデュエルムービーの、番組名がディグエギングと、改名して新しく、始めさせていただきます。パタパタも発売から早10年が経ちまして、ボディタイプもね、このパタパタ3種類出ております。ね、皆さんこうパタパタってね、同じようにね思われている方もいらっしゃるんですが、この2列のタイプ、ダートマスターみたいに1列のタイプ、ボディタイプによってね、このパタパタも使い方が、コンセプトがね、それぞれありますので、初心者の方、エキスパートの方ね、もう含めてですね、今一度この使い方ね、しっかりお伝えできればと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回のデュエルムービーはこちら。そしてご案内いただくのは現地長崎のエキスパートアングラーのカッテさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この、ポイントのね、概要をぜひ、カッテさんから、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この高島、飛島釣り公園はですね、名前のごとく磯の魚が狙いということで、かなりシチュエーション的にもですね、潮通しが良くて、ベイトフィッシュとかいろんな魚が狙えるエリアになっています。それでアオリイカもですね、かなり、両型のエリアがですね、つきやすいエリアになってますので、とてもおすすめなフィールドとなっています。じゃあ期待できそうですね。そうですね。ぜひ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。釣らせてください。はい、頑張ってみましょう。はい、すごいね、塩がジャージャー効いて。来た。来たよ。追い合わせしとこう。クンって触った。そう、結構引いてる。来たよ。ほら、来たよ、浮いてきたよ。しっかり追い合わせしたんだ。はい、ありがとうございます。あ、はい、来ました。曇天のタイミングですよ。このケイムラのダートマスターラックニューカラー墨塩ブルー、イエーイ。はい、ありがとうございます。ちょうどね、この曇天で、ね、ローライト、こんな時にですね、こっちの水深のちょっと深い方でね、しゃくった後、エギが浮いてこないように少し長めに待ってね、ダクマをこう時間が取れるんですけれど、
そういった時にね、すれに強いスケルトンのケイムラ、しかもこう水色っぽい、ね、いかに見えやすいカラーでヒットしました。頑張ります。よく例えばこうキャストして着水してテンションフォールとかフリーフォールとかって言うんだけど、基本的にこっちのリールをベール返してラインフリーにしててもエギがこう着水点から水深、ね、1メーター2メーター3メーター4メーターってどん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 沈んでいって、ある程度の水深になるともう P ラインの浮力でエギ自体のこう姿勢が頭下がりじゃなくなっちゃうので、基本的には水深の浅いところでね、手返しよくするならフリーフォール使ってっていう感じなんですけど、僕はもうずっとテンションかけっぱなし、なんだったらこう今水深の深いところこうエギをキャストした場合はこう適座こう、ね、長くエギを見しちゃうので、しゃくりを入れて誘いつつカウントダウンして狙いのレンジに下げていくイメージ。水深の深いところでね、リールのベースか、ベールを返そうが返す前がね、テンションホールになっちゃうので、まあ、潮がこう行ってね、エギがこう特に運んでもらえるような時だったらね、フリーにしてこう潮に乗せてエギをこう遠くに運ばしてからしゃくってくるなんていうのもあると思うけど、基本的にはテンションホールでいいと思います。にゃーん、古代戦争、にゃん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 。基本的にはなんてこう今の時期はイカがかかったら大きいのもいるじゃないですか。なのでラインが、まあでもエギをこう強くしゃくった時にギリギリ出るぐらいに合わしておくと、今 3.5 号なんですけど、まあちょっと投げた距離とか沈ましてる深さでも違うんだけど、大体イカにしっかりフッキングできるぐらいのドラグです。今06で14ポンドあるんですよね。でリーダー12ポンド3号組んでるじゃないですか。12ポンドって大体何キロ、7キロ弱だよね。 6. 点何キロ、6キロちょいぐらいでしょ。で普通、まあ、ライン強力の5分の1ぐらいって言われるんですよね。だから通常だったら 1.2 キロぐらいにしとくといいかな。まあ、一番いいのはロッドにセットして、ロッドのこう角度90度にしてペットボトル 1.5 リッ、あ、1リットルのペットボトルがギリギリこう持ち上がるかなぐらいでいいね。こうやってやってる人いるけど、そうするとここの腱鞘炎になりやすいでしょ。なんかでさっき言った頭甲骨の形状突起と TFC 指定軟骨ロックトゥロックするとこう痛める。でここはこう長母趾外転筋、短母趾伸筋とかって、指こうって引っ張る3つの腱が通ってるから、ここのこう腱鞘が痛んで腱鞘炎になる。
だからこう手首ロックしてこうやって肘でしょと、でしかも 内転内旋の方向だからこっちの逆の肩峰の方にこうやってしゃくるとロスが一日やっても手痛くなる。よくピュッピュッてしゃくるでしょ。ピュッピュッてピュッてしゃくったらえぎってこう跳ね上がって行き足が止まるとまたこうフォール姿勢に移行する。フォールしきる前に次のしゃくる。そうすると横跳びの振り幅が大きくなる。チュンチュンって速すぎるとこっちまでこうダートする勢いがあるのに逆側にはたかれちゃうからチュ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 って縦取りのこうダートになっちゃうから意味がない。なんか間隔空けてこうってやるとツーンツーンツーンって振り幅がだし、たっちゃんがさこうやってダートでイカ誘うんだろ。またどうする、びっくりするやろ。ピュッてしゃくったらどんどんイカ散らしてるんだよ。だから柔らかくていい。こう美味しい弱った餌みたいに見せるためにダート。来た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 、ゴリラも来たよ。さあちょっと触ったな、来たよ。さあ潮の濁ってるところでゴリライムだから、来たよ。さあこう足場の高いところは慌てずに竿を先かけて下げてやり取りでございます。ちょっとやり取りのしやすいところに行きました。はい、来ました。はい、向かい風のエリア、ちょっと雨が降ったタイミングで濁りが入っているところ、濁りライムです。シャロに出てくるやる気のある顔、強い、濁りも強いしアピールの強い濁りライムでゲッツです。お疲れ様でした。今回は高島町の飛島磯釣り公園で、実況させていただきました。もう足場もいいし、ね、水道も使えてですね、お手洗いも何箇所もある。ぜひね、安心に楽しめる釣り公園ですので皆さんも挑戦していただきたいと思います。僕もまたシーズンを変えていきたいと思っております。ありがとうございました。最高